はい、では定刻となりましたので、ただいまより日立製作所2018年3月期決算説明会を始めさせていただきます。まずは本日の説明者につきまして、ご紹介を申し上げます。株式会社日立製作所執行役専務 CFO 西山光明でございます。西山です、よろしくお願いいたします。同じくグループ財務戦略本部長加藤智美でございます。よろしくお願いします。同じくブランドコミュニケーション本部長平野康夫でございます。よろしくお願いします。では決算の概要につきまして、西山よりご説明を申し上げます。はい、それでは18年3月期の連結決算の概要というタイトルのパワーポイントの資料、スライド形式の資料で説明いたします。まず右下にある5ページ、スライドナンバーで言いますと 1-2 となります。要約の PL であります。一番上の行、売上高ですが、17年度は9兆3686億、前期比 102% ということでありました。日立物流や日立キャピタル、そして日立工機等の再編の影響を事業の伸長が上回りまして 2% 増収となりました。調整後、2番目の調整後営業利益ですけれども、7146億円、営業利益率が 7.6%、 前期比では1273億増益となりました。 22% の増益であります。 EBIT が6442億、下から2行目の親会社株主に帰属する当期利益3629億円、前期比1317億円 57% の純利益増益であります。なお営業利益7146億、 7.6% とも過去最高のレベルであります。また純利益3629億円も過去最大となっております。なお配当ですけれども、17年の期末配当は8円といたします。前年度あるいは中間7円でありましたけれども、8円で、年間配当は中間と合わせまして15円の配当といたします。次のスライドナンバー 1-3 ですが、これは売上高と調整後営業利益の増減の要因、マクロの分析を示しております。左側が売上高の分析であります。下向きの矢印、ポートフォリオ見直し影響3550億円のマイナスの減収要因でありますが、プロ日立物流、日立キャピタル、日立工機の再編の影響であります。為替の影響がプラスの要因として1650億円ありました。残りがこれらを除いた事業拡大と3963億円であります。右側が営業利益の増減の要因を書いております。ポートフォリオの見直し影響320億円のマイナス影響がありましたが、為替の影響がプラスの230億円、これらを除いた収益性改善等が1363億円となります。前期比 124% 伸びております。また左側に戻りますと、その事業拡大等、これがポートフォリオを見直し、それから為替の影響を除いたオーガニックでの成長部分、これが前期比104と書いてございますが、 4% 実質増収となっております。次のページですが、地域別のスライド 1-4、 海外地域別の売上高であります。上から2行目ですが、右から2番目のカラムが海外が 50% となりました。2016年度は 48% でしたので 2% ここで増加しております。前期比ご覧いただきますと、国内が 98、 海外が 107% 増えております。この中で特に増えましたのが中国が 112%、中国を除くアジア同じく 112%、 北米が 103% と伸びております。欧州が 99% と
減っているように見えておりますけれども、これ為替の影響を除きますと、再編の影響、日立工機の再編の影響がありましたね。その再編の影響を除きますと 113% と伸びております。なお構成費ですが、中国が 10%、 前年度 10% が、17年度は 11%、 アジアがも 11%、 そして北米が 13% と、構成が海外の構成費が上がっております。次のスライド1の5ですが、バランスシートの要約とキャッシュフローであります。まず一番上の資産の合計が10兆1066億、比較増減の欄4400億増えておりますけれども、 M&A 等の資産が増えたということ、それから積極的な投資、設備投資等で増えております。ただ一方、運転資金を改善いたしておりますので、上から4番目の有利子負債、これが1263億減少しております。下から4番目の CCC 運転資金手持ち日数、キャッシュコンバージョンサイクルですけれども、 69.7 日となりました。これは中継のターゲットが70日、2018年で70日を置いておりましたので、これを1年前倒しで70日を切るレベルまで到達いたしました。その次の親会社株主持ち分比率が 32.4%、 前期比から改善しております。またデッドトゥエクイティレシオが 0.23 倍ということで、これは過去一番高かったのがリーマンショック当時の2008年、 1.29 倍でしたけれども、これが 0.23 倍まで財務体質が改善してきております。また一番下の ROA ですけれども 5.0%、 前期が 3.3% で 5% に至っていなかったんですが、これも中計では 5%、 2018年に 5% 超という目標を置いておいたんですけれども、そのレベルに到達しております。ここの 5% というのも2011年の 4.4% が今までの最高でしたので、それを超えるレベルでとなりました。従いまして、資産収益性の改善、それからキャッシュフロー、それから全体合わせた資産効率ともに改善とできたと考えております。一番下がキャッシュフローですけれども、営業キャッシュフローが7271億、 7.8% が営業キャッシュフローマージンであります。これに対しまして、投資キャッシュフローが4743億、これは M&A、 サルエア産業機器、それからの M&A、 あるいは日立化成による M&A の資金支出がありましたので、投資キャッシュフローアウトがキャッシュアウトが多くなっていますけれども、フリーキャッシュフローが2528億を稼ぐことができました。次のスライド1の6が事業部門別、セグメント別の売上利益であります。全体としては情報通信、社会産業セグメント、それから建設機械セグメントが増益に大きく寄与しております。簡単に上から説明いたしますと、前期比の欄ございますが、情報通信システムですけれども、これはIT プラットフォーム&プロダクツにおける構造改革、製品の絞り込み等をやってまいりましたので、売上が減収要因はありましたけれども、国内のシステムインテグレーションが増加いたしまして、前期比 1% 増収となっております。営業利益の方は SI がの収益性改善、それから IT プラットフォーム&プロダクツにおける事業構造改革などで合わせて362億前期比改善いたしました。次の社会産業システムですけれども、これは鉄道システムの英国での売上の増加であるとか、サルエアの買収による産業機器事業の売上増加によりまして 2% 増加、
いたしまして、調整後営業利益は385億増えております。これはエレベーター事業は中国のエレベーター事業におきまして平均売価の下落や資材材料の高騰などがありましたけれども、産業流通分野、電力エネルギー分野、そして産業機器事業の収益性の改善、これを進めまして385億前期比改善しております。さらに EBIT が1200億改善しておりますが、これは前期で電力エネルギー事業での減損損失計上いたしました660億前期で計上したものがなくなったことによって営業利益に加えて営業外も改善しまして、 EBIT が1200億改善しております。それから電子装置、次のページ1-7ですが、電子装置システム、これは日立国際電機、日立ハイテクノロジーの半導体製造装置、これは販売増加しましたけれども、日立工機の再編の影響、マイナス影響がありますので、93% と前期よりも減っております。一方で調整後営業利益は、半導体、日立工機の売却影響はありましたけれども、半導体製造装置の販売増加が貢献して53億増益となっております。建設機械ですけれども、売上高が中国を中心とした海外での販売増加に加えまして、ブランド圏あるいは HE パーツなどの連結子会社化がありまして 27% 増収、それに伴いまして営業利益も662億改善しております。次のページ1のスライドナンバー1-8であります。まず高機能材料ですけれども、前期比、売上が前期比 113%、 エレクトロニクス関連製品、そして自動車関連製品の販売増加、それに加えまして日立化成によるフィアムテクノロジー社などの連結子会社化がありまして 13% 増収、それに伴いまして営業利益が増加、19億増加しております。 EBIT が減少、246億減少してありますしてますけれども、これは日立金属における減損損失の影響、それから日立化成における競争法等関連費用の計上、それぞれ100億程度のネガティブインパクトがありまして、EBIT が減少、前期比減少しております。次のオートモーティブシステムですけれども、これは北米に、中国における販売の増加がプラスの影響、それから北米においての販売の減少がありまして 1% と増加はわずかにとどまりました。営業利益は67億前期比減少しております。これは車載情報システムの収益性悪化、クラリオンですけれども、これの収益性悪化、そしてそれに加えまして北米における販売減少とありまして、67億前期比利益が減少しております。また EBIT が234億減少しておりますけれども、これは前期で不動産の売却益計上しましたが、それがなくなったことによるものであります。次のスライドナンバーで1-9、生活エコシステムですけれども、売上が 97%、 3% 増減収となっておりますけれども、これは海外市場の一部調達品の純額表示化をやりまして 3% 減少しておりますが、一方でコスト低減効果等がありまして26億円増益となっております。またその他のセグメント、それから金融セグメント、金融サービスセグメント、これはそれぞれ日立物流の持ち分法適用会社化、日立キャピタルの持ち分法化の影響によるものであります。次のスライド1-10以降、トピックス説明いたします。まずスライドナンバー1-10がルマーダ事業の進捗であります。2017年度当初計画がルマーダ事業の売上収益、売上高が9500億を見通しました。これに対しまして実績が1兆飛び60億、
と増加計画が 6%、前年の9000億からは 12% 増加いたしました。特に丸1と書いてありますルマーダのコア事業、これが2016年度から1100億増えまして2300億と増やすことができました。2018年度は合計では1兆700億を見込んでおります。当初計画が1兆500億でしたけれども200億ほどおむね計画あるいは計画以上に進捗しているということで1兆700億を見通します。特にこれはルマーダのコア事業、当初計画2900億ですがこれを3100億、17年と比べますと800億増加を見込んでおります。1の11には成長に向けた事業の強化の施策、17年度やってまいりましたことを記載しております。また事業ポートフォリオ改革の大きなものを記載しております。1の12ですけれどもトピックスとして2つ大きな案件プロジェクトを記載しております。まずイギリスの原子力事業ホライズンプロジェクトであります。これは前回サードクォーターの時に GDA 設計の包括認証が取れたということを申し上げましたけれども、今は英国政府とファイナンス支援に関する交渉を推進中であります。事業継続判断基準3つ主なもの書いてございますけれども、これらが満たされるように交渉をしてまいります。また南アフリカの火力のプロジェクトですけれども、これは仲裁手続きに従って対応中であります。次にスライド2の1以降で2019年3月期の連結決算の見通しを報告いたします。2018年の見通しですけれども、売上高が9兆4000億、売上高は前期比313億、おおむね横ばいであります。調整後営業利益が7500億 8%、 下から2番目の親会社株主に帰属する当期利益4000億、これ中継で掲げました営業利益率 8%、 純利益4000億これの達成を計画しております。調整後営業利益は7500億、前期比で353億増加 5% の増加、当期純利益4000億は前期比370億円 10% 増加を見込みます。なお前提といたしました為替レートですが、ドルが1ドル105円、ユーロが1ユーロ130円であります。スライド2の2に、この18年度の見通しの売上営業利益の17年前期からの増減要因記載しております。左側の売上高ですけれども、国際電気の再編による減収影響が1850億円あります。それで為替の影響、17年の平均ドルで言いますと111円だったのが105円に置き換わるということで、為替の影響がマイナス影響で1600億円、それらを除いたものが3763億の事業拡大等となりまして、前期比 4% 増加するという計画であります。右側の営業利益ですけれども、国際で日立国際電機の再編の影響で250億円減収減益影響がございます。また為替の影響が300億円の減益影響ですが、それらを除いた収益性改善等903億円、特殊なものを除くと前期比 14% の増加を見込む計画としております。次のページ2の3と2の4がセグメント別の売上営業利益であります。セグメント別には上から3つ目の電子装置システムが 92% と 8% 大きく減収となりますが、
ここには日立国際電機の非連結化、これの減収減益影響がありますので、これらを除きますと実質増収増益であります。したがいまして、セグメント別にはここの再編の影響がある電子装置システムが減益になりますが、他の事業セグメントはいずれも増益を計画しております。私からのご説明は以上です。では質疑応答に移らさせていただきます。限られたお時間ではございますが、進行の関係上、質疑の前半は報道機関の皆様、後半にて投資家アナリストの皆様からご質問を頂戴いたしたく考えております。ご協力よろしくお願いいたします。また係の者がマイクをお持ちいたしましたので、最初に社名と名前をいただいた上でご質問を頂戴いたしたく思います。では報道機関の皆様方、いかがでしょうか。それでは中央の列の一番前のちょうど真ん中の男性の方、お願いします。日経新聞の浜と申します。2点お願いいたします。まず1点目が、ちょうど今上場企業の決算が本格化する中で、増益があったり減益があったりする中でですね、御社は営業利益で最高益予想を出されてきたということで、改めてそのリスクも踏まえた上でですね、今期の事業環境について良い悪い面含めてお伺いしたいのが1点目です。2点目がですね、今回は営業利益率で 8% というところで公約通りの数字を出されてきたと思うんですけれども、一方でそのトップラインは10兆円を目指してこられたと思うんですが、改めてそのこの公約に対して一段とそのグループ会社の再編ですとかポートフォリオの見直しというところの積極的な施策を打っていくお考えどうなのかどうか、この点についてもお伺いできますでしょうか。はい、お願いします。はい、18年ですけれども、18年度のまずは事業環境ですけれども、まずは事業環境で一番特筆すべきは多分17年度の計画期でも現れたんですけれども、一部プロダクツ系の事業で鋼材等素材価格の高騰の影響がありました。これをそれぞれの事業では価格転嫁であるとか原価低減でカバーしてまいりましたけれども、その動向は継続して見ていく必要があると思っています。それからもう一つの経済環境としては、やはり貿易関係ですね、各国の間の貿易摩擦等、それらが悪化するとやはり一国にとどまらずですね、ネガティブなインパクト、すなわちワールドワイドでそれに派生した経済の低迷、それからリスクオフによるドル安、逆に言うと円高、そういった環境はあると思いますが、我々今まで構造改革と収益性、あるいは低収益事業からの撤退等を進めて、そういったそれに備えは打ってきましたので、そこはしっかり事業環境を注視するとともに、今まで打ってきた布石の成果を刈り取っていくということをやってまいりたいと思います。それから 8%でボトムラインが4000億という中計を守るところ形の計画となっていますけれども、まず17年度ご覧いただきましたように、収益性、資産効率等を上げてきまして、成果は出てきたと思っています。今まで打ってきたポートフォリオ再編の再編、そして事業構造改革、それからオペレーショナルな原価低減、それらの手を打ってきた成果が現れてきて 8% に近づく視界が開けてきたとは考えていますけれども、まだまだグローバルトップと比べますと収益性はまだまだだと考えております。
これをきちっとまず第一段階である 8% をきちっと守ってですね、その先につなげていく必要があると考えています。それから売上規模ですけれども、これは10兆円の目標を掲げましたけれども、必ずしもこれは売上高にはこだわっておりません。それよりもまず収益性を改善するというのを第一に考えてやってきたわけであります。10兆円、中計当初の16年5月に公表した中期計画では10兆円を掲げまして 8% というふうにしましたけれども、今回の見通し9兆4千億で6千億ギャップありますけれども、この中の主な大きな要因は、一つは為替影響、これで売上で1000億の影響がありました。マイナスの影響があります、売上で。それから大きなポートフォリオ再編影響、日立工機、国際電機、これが中計策定以降に実施したポートフォリオの見直し、これが約4300億あります。合わせて5300億ほどのマイナスの影響がありました。一方で一定の M&A も含めた施策打ってきているわけですけれども、大きな M&A をこれに対してやっていくというよりも、必要なパーツを補完する M&A は当然やっていきますけれども、売上だけ追うよりも収益性をさらに改善していくということで運営していきたいと考えています。でしょうか。その他ございますでしょうか。では廊下側の前から3列目のお男性の方、お願いします。産経新聞社の山沢と申します。ありがとうございました。2点お願いします。1点が原発なんですけども、東芝の方がですね、国内の原子、核燃料の、事業を3社で統合したいというような希望を言ってますけど、それに対する、現在の状況を教えてください。関連してですね、これはまだプランなんでしょうけども、その原子炉の方の事業も国内再編しようというような案が出てますけど、それに対するお考えを教えてくださいというのが1点で、もう1点はちょっと確認的な話なんですけども、為替間濃度、売上高と営業利益で18年度どうなのか、想定レートも合わせて教えてください。はい。まず原子力の燃料あるいは原子炉の事業の再編ですけれども、今のところそういった計画はございません。それからもう一つの為替の前提ですね、これが2018年度19年3月期の前提、ドルは105円、ユーロ130円、エクスポージャーですけれども、ドルが1円変わった時のエクスポージャーでは、ドルの1円変動の影響が売上高で180億円、営業利益で30億円ございます。それからユーロが売上高で1円動いたとき、売上高で60億円、営業利益で10億円のエクスポージャーであります。よろしいでしょうか。紙に書いてあります、すみませんでした、失礼しました。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。では窓側の一番前の方、お願いします。すいません、東京経済山田と申します。3点あります。1点目がですね、最初の方とちょっと近いんですけれども、リスクについて伺わせてください。先ほどの時はそのどちらかというとマクロのリスクをが列挙されたんですけれども、逆の言い方をすると、あんまりその個別事業ではそれほど大きな問題がないというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。これが1点目です。で、もしあるんでしたら、どの事業かというのを教えてください。2点目がですね、前回とかその前とかに、実力値が上がってきているのかというようなお話、質問をさせていただいて、結構その何でしょう、肯定的なことを受け取ってるんですけれども、今期の本決算終わった後で、その実力がどのぐらいに来ているのかというようなバクッとした質問でございます。3点目が原子力、イギリスの件で毎度申し訳ないんですけれども、こちらのところの、
ストライクプライスがいくらぐらいみたいな話がもしできたらいただければと思います。というのも建設費が上がの試算が上がっているというようなお話もあると思いますので、それに伴ってストライクプライス、その許容できるものっていうのが変わってきていると思うんですね。そこのことを教えてください。で、もう一点確認なんですけれども、連結からオフバラというところで、基本はその限りなくゼロに近い方が望ましいというふうに受け取ってるんですけれども、極端なことを言うと連結から外れて持ち分でもいいのかとかですね、そのあたり の, 相場感というのを教えてください。よろしくお願いします。はい、まず1点目の個別事業でリスクがあるかということですけれども、常にリスクはそれぞれあるわけですね。それを構造改革で先回りした手を打っていく、あるいは原価低減を継続してやっていくということでありますけれども、やっぱり先ほど言いましたように、これはプロダクツ系の事業、いずれにも言えると思います。材料の影響、これは高止まりしていますのでね、これはさらに上がった場合に備えて原価低減は継続してやるということだと思っています。それからですから、その大きなものがオートモーティブシステムであるとか、社会産業の中に入っているエレベーター事業であるとか、そういったものはやはり材料の影響、それから上場会社では高機能材料のところ、そこがそういった環境材料、それから材料をその価格に転嫁できるかどうか、あるいはそのスピード、それがよく見ていく必要があると思っています。それから社会産業システムですけれども、ここはまだここと大口のプロジェクト、まだ1件残って、中東のプロジェクトが残っていますので、ここはよく見ていく必要があると思います。18年で最後に残った1案件は終わります。そういったところで、他は全体的にはきちっと今の計画をやれば達成が視野に入ってきたなというふうに思っています。それから実力値が上がっているかということですけれども、やはり計画に対して、直近の計画に対して若干の凸凹はありますけれども、全体としては実力はついてきたなと、上がってきたなと思います。そのために今回いずれのビジネスユニットも2017年度は 5% に満たなか、利益率が 5% に満たないセグメント、あるいはビジネスユニットあったんですけれども、18年度はいずれの事業部門も 5% 超の利益率が計画できています。ただし、じゃあこれで満足できる実力なのかというと全然ダメというレベルだと思っています。なぜならグローバルトップと目指していますのでね、まだまだ収益性を上げていく必要があると思いますので、ここはきちっとそれぞれ計画した改善の施策、構造改革、原価低減、それを進めて、強力に進めていく必要がまだまだあると考えています。それから原子力のプロジェクト、ホライズンプロジェクトですけれども、ストライクプライス等、あるいはオフバランスですけれども、ここは今イギリス政府と折衝中ですので、コメントは控えたいと考えております。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。そろそろですね、お時間が近づいてきましたので、報道機関の皆様においては最後のご質問にさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ一番前の、日経コンピューターの田中と申します。3点ございます。1点目が、情報通信セグメントの利益率につきまして、前年同期比の 1.7% 増の 9.4% とですが、どう見ていらっしゃるのでしょうか。でアップした理由と、来年度の 9.7% の目標に向けて、これから取り組むことを教え
ってください。あとその 情報通信セグメントでは、見通しでは売上がそのまま、来年度の見通しで売上はそのままで利益率は上がっているんですが、 利益は上がっているんですが利益重視なのかを教えていただけませんでしょうか。はい、それではですね、情報セグメントの2つのカテゴリーに分けた資料が資料の26ページにございますので、それを見ながらいただきながら説明したいと思います。まずフロントビジネス、これ非常に堅調であります。やはり過去から続けてきましたプロジェクトマネジメント、これが定着してまいりました。このフロントビジネスの中、事業部門全体にこれが定着してまいりまして、 SI のプロジェクト管理、これがきちっとできるようになってきまして、17年度 10.1%、 18年も 10.5% ということを見込んでおります。これが非常に大きく全体を底上げしているとともに、収益の安定化に寄与してきていると思っています。それから IT プラットフォームです。2016年 4%、 2017年が利益率 6.5%、 これを 7.7% と上げてきていますが、ここはIT プラットフォームプロダクツのところは、まずは通信ネットワーク事業、あるいは IT プロダクツでも製品の絞り込みであるとか、利益収益性重視、あるいは構造改革の施策を打ってきたので、売上は大きく増えていません。ただしこの中でも注力事業のストレージシステムですね、フラッシュストレージなどは非常に堅調で、新製品をきちっと計画通り、あるいは計画よりも早くマーケットに出すことができました。また収益性もきちっとしてまして、全体としては売上があまり伸びない格好にはなっていますけれども、収益性は改善してきていると考えています。ありがとうございます。2点目がですね、ハード事業に対する情報通信セグメントのハードに関する考え方なんですが、その、フラッシュストレージの絞り込みとかで、製品を絞り込んでいって、逆に収益性の低いものについてはもう、やめていくと か、 なんかメインフレームの撤退とか、そういう、お考えをお聞かせ願えませんでしょうか。もうすでにそれをやってきてまして、かなりの絞り込みをやっています。メインフレームともかなり絞り込んできましたし、通信ネットワークもかなり大胆な構造改革やってですね、収益性重視で今後もやってまいります。ただしここはストレージ、強いストレージ、新しいところフラッシュストレージ、これが出せましたので、これを基軸としてハードのところをやっていく。ただし全体としてはソリューション事業ですね、これをグローバルで強化していくということで、ハードウェアを売る、あるいは SI をやるということだけじゃなくて、ハードウェアを持っていくけれども、お客さんの近くでお客さんに全体にハードあるいはソフトを使ったソリューションを提供するということで、事業をグローバルに拡大していきたいと考えています。ありがとうございます。最後に1点だけ、最後にフロントビジネスとなりますと、2018年の例えば AI とか IoT とかルマーダ事業もずっと今回計画以上の進捗ということで、やっぱりそういうビジネス、 AI とか IoT といった技術を組み合わせたソリューションにを強化していくお考えなのでしょうか。はい、それが今後の成長全体の、これは情報セグメントだけではなく全体の成長ドライバーであると思っています。その中で先ほど紹介しましたルマーダ事業の進捗状況を申し上げましたけれども、まだそうそう大きくはないですけれども、ここのルマーダコア事業、これを伸ばしていくということが非常に日立グループ全体の収益性を上げていくということでキードライバーであると考えています。
ありがとうございました。よろしいでしょうか。では続きまして、投資家アナリストの皆様方の質疑に移らさせていただきます。ご質問の方いかがでしょうか。それでは中央の列の前から3列目の方お願いします。ありがとうございます。シティグループ証券、江澤と申します。よろしくお願いします。2つなんですが、1つは実績のですね、本社消去のところが1月時点のガイダンスより利益でいうと、まあ、その大きく上振れた要素になってるんですが、これがもともと見ていらっしゃったバッファーが発生しなかったから増益に貢献したんだというふうに考えていいのか、少しブレイクダウンがあったら教えていただきたいのと、同時に新年度のガイダンスでは、これが同じセグメント全社消去のところが前期の実績から比べると360億減益の要因になるということなんですが、ここに含まれているものが、またそのバッファーおよびそれ以外がどのぐらいあるかというのを教えてくださいというのが一つです。もう一つはですね、社会産業システムの新年度のガイダンスであります。調整後営業利益で494億増益のご計画だと思うんですが、これを補足資料であるかと思うんですけど、サブ分野に分解していったときにですね、その売上はそんなに大きく伸びないことになっているので、どこでどういった仕組みで利益が改善するのか伸びるのかというのを教えてください。以上です。はい。まずリスクの織り込み、まず17年、前の期ですね、リスクのおっしゃる通り、営業利益で300億円のリスクを全社消去に織り込んだのはご指摘あった通りであります。ただしこれ前回見通し比のところスライドの1-6-7ご覧いただきますと、前回見通し比で営業利益のところは社会産業システムがマイナス94、それからオートモーティブシステムで34億、あとその前の高機能材料で51億ほど悪化したところがありましたけれども、それ以外情報通信、日立建機、それあとはそれ以外の部門は改善しましたので、結局織り込んだリスクが結局ネットでは残った形になっています。悪化した部門を改善した部門もあってキャンセルできたということであります。でこれに対しまして18年度ですけれども、18年度は営業利益にリスクバッファーを営業利益で200億見込んでいます。それぞれの部門で見通せてないリスク、先ほど冒頭メディアの方がご質問あったように、全般的な経済事業環境から来るもの、それらを考慮勘案しまして200億の営業利益で全社消去のところにリスクを織り込んでいます。それから18年度のガイダンスで社会産業ですけれども、これは494億のドライバーですけれども、これは大きくはやはり産業流通部門の収益性改善、これは構造改革、あるいは低収益プロジェクトからの撤退を継続して進めています。進めてきましたので、その効果によって大きく改善します。また鉄道、それから産業機器、こちらは売上も伸ばしていく、堅調に伸ばしていけると思っていますので、そういったところでの増益計画となっています。すいません、補足で細かくて申し訳ないんですが、実績の本社消去のところは300億よりも大きく改善してるんですけども、それはそのバッファーが発生しなかった以外にも100億ぐらいなんかあるんじゃないかと思うんですが、それは重要なことでなければ結構なんですが、重要であれば教えてください。17年度前の期ですね、はい、これは継続して本社費、本社での経費等
削減、絞り込みといいますか、経費の抑制は継続していますので、結果的にここが出てきたと。それから若干積極的に開発投資とか研究開発費やってきましたけれども、そこが若干ずれて18年度にずれているところもありますので、大きな方針変更あるいは織り込みの構造的な違いというものはございません。そうすると新年度200億のバッファー織り込まれているけれども、はい、本社証券のところのガイダンスは363億の悪化になっている、その200億よりも大きく悪化するようなことになっているのは、その研究開発費の木ずれなんかの予想を織り込んでいるからです。はい、そういったものも織り込んでおります。分かりました、ありがとうございます。よろしいでしょうか。その他ご質問、じゃあ廊下通路側の一番前の方お願いします。ありがとうございます。 JP モルガン証券の森山と申しますが、3点ポイントだけお伺いできればと思います。1点目は17年度と18年度の構造改革費用と効果がもし金額でお伺いできましたら幸いです。改めまして先ほど その社会産業のところで構造改革も改善要因の一つにあるということなので、もし大きい部分があればそちらもいただければというのが1点目です。2点目は15ページにもいただいておりますけれども、係争関係のところで、もし補足でアップデートいただければというのが2点目です。で3点目は28ページに連結子会社数の数字もいただいておりますが、今後中期的に子会社数を確か半減していくような戦略を打ち出していただいておりますので、そういった戦略というのは今年度でいきますと、実際実行していかれるのか、この子会社数というのは、今年度ベースですと大体どのようなイメージを、持っておられまして、戦略的にはどのような形でそういう子会社数を減らしていくっていうことになるのか、その辺もお伺いできます範囲でいただければ幸いです。はい、まず構造改革費用と効果ですけれども、まず構造改革関連費用ですけれども、17年度に計上しましたのが643億計上しました。18年度は約500億をこの計画の中に見込んでいます。それから構造改革の効果、これは前年比で申し上げますと、17年度は 前年比較での効果が150億ありました。これに対しまして18年度は17年度比で140億の効果を見込んでいます。それから2つ目のご質問、15ページとおっしゃいましたの、これは南アフリカそしてですねの関係ですか。これは仲裁に入ってちょっと守秘義務がありますので、中身の詳細、これもう仲裁手続きに従って、そのプロセスに従って対応中ですので、守秘義務契約がありますので、中身を申し上げるのはちょっと控えさせていただきたいと思います。それから子会社数ですけれども、子会社は日立化成、それから日立建機による M&A 等もありまして、かなり増えました。連結子会社数で879社になっています。でこれはこのうち上場子会社を除いた連結子会社数でも571社あります。 100% 下で数えますとね。でこれをまず中心として、当然ながら上場が子会社でも進めていってきているわけですけれども、まずは中心としてこの570社を対象としてですね、統合できるところは統合する、それから一社に一国一社の体制、事業で複数のものがあるところは肩寄せしていくとか、そういった施策でもって数を減らす。ただ数を減らすのが目的ではなくて、やはり効率を上げていく、それからガバナンス、それからコンプライアンスリスク、コンプライアンスリスク、
を抑制していくという狙いもあります。これらを通して最終的には間接業務効率を良くして、最終的には当然ながら経営指標の中には間接コストの削減という形で、他のいろんなプロジェクトを走らせますけれども、その中の一つの重要なプロジェクトとして今その詳細計画を策定しているところです。18年度に計画を具体策を作ってですね、できるところは当然進めていきますけれども、主な施策は19年度で20年度で借り取りの19年度20年度で本格的なエグゼキューションをやりまして、21年度にはフルイヤーで効果が借り取れるようにという計画で進めていく予定です。大変ご丁寧にありがとうございました。よろしいでしょうか。その他ご質問ございますでしょうか。中央論の列の後ろの方、はい、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券宮本でございます。大きく3点ありまして、まず1点目が、すみません、一問一答みたいな形でお願いします。1点目が、まず実績のところの、営業調整後営業利益で、情報通信の上振れの、すみません、ご計画費での、情報通信の、上振れの背景と、社会産業の、94億の、未達の背景、あとオートモーティブ、34億ですが、一点下方修正した後の未達ですので、この3つですね、それぞれどんな要因で、一過性なのか、ちょっと構造的なものがあるのか、その辺についてまず実績の、調整後営業歴3部門お願いいたします。はい、スライド 1-6、1-7 にございます。前回見通し比に対するご質問だと思いますけれども、まず情報通信システム前回見通し比102億改正しました。これはやはり国内の SI 事業が堅調でした。前回見通したよりもやはり収益性それぞれ多くのプロジェクトがありますけれども、それぞれ見込んでいたリスクが発現しなかったり、あるいはそれぞれ改善したりということで、主に国内の SI が堅調だったこと、それから IT プラットフォームでもフラッシュストレージ、これがサードクォーターからフォースクォーターから計画通りにきちっと売り上げを立てること、新製品の売り上げを立てることができて堅調に推移したと、そのベースがあってさらに国内 SI が予定以上に良かったということが要因であります。それから社会産業のところですけれども、これは主にここの要因がですね、先ほど申しましたEPC、 海外の大規模 EPC はこれは15年以降受注しておりません。これはもう14年下期に撤退を決めてですね、取って受注はして新たな受注はせずに、残ったプロジェクト収束に入っているわけなんですけれども、最後作業が残っている最後のプロジェクトである中東の工事案件ですけれども、これにおいて追加の費用を見込んで引き当て処理したものであります。これは下請け工事の現地での下請け施工会社に関連した工程遅延対策に伴う追加コストを見積もったものであります。工事の進捗率はだいたい 90% ぐらいで、残り 10% で18年度に完了の予定であります。それからもう一つはオートモーティブシステムです。オートモーティブシステム、これは北米の、これは前回見通しには北米の不振、それからクラリオンの販売低調、それを見込んだわけですけれども、北米の生産性の改善、これは17年から取り組んでおります。その効果も見込んでだものを前回見通しに入れていたんですけれども、若干この生産性改善が遅れておりまして、
これが発言したということで見通しから34億悪くなっております。従いまして構造的なもの、一過性のものというふうに見ますと、情報のところは構造的にポジティブな方向に動いたと、それから社産の方は一過性のもの、それからオートモーティブシステムの生産性改善というのは引き続きよく計画通り改善できていくか見ていく必要があるというふうに考えております。よろしいでしょうか。はい、わかりました。ご丁寧にありがとうございます。2点目が今期の EBIT のご計画で、増益幅でいきますと調整後営業利益がプラス353に対して1057億と700億ほど調整後営業利益と EBIT の間でこうプラスが増えてるんですけども、これについてこうなんか解説できる分解があればお願いしたいというのが2点目になります。それでは営業調整後営業利益と EBIT の間にあります営業外の損益の内訳をズバリ申し上げるのが一番いいかなと思いますけれども、17年度にありましたのが、これが金利を除く営業外費用ですね、これが合計703億でした。で18年度はこれがトータルはゼロと、ネットするとゼロとなっております。で内訳ちょっと申し上げますとね、17年度の内訳、申し上げますと事業構造再編費用、事業再編損益ですね、これが97億の益がありました。それから構造改革費用が643億の損失の計上、それから持分法利益が624億プラスですね、それ以外のものが780億の損失がありまして、ネットで703億のマイナスでありました。これが18年度では事業再編損益が300億益ですね、で構造改革費用損失ですけども500億がありまして、持分法損益が600億と大体同じぐらい見込んでいまして、その他が400億の損失、ネットでゼロと、それでここの間が縮まってゼロになって、営業利益7500億で EBIT も7500億という計画としております。よろしいでしょうか。はい、分かりました。ありがとうございます。最後今年度というかですね、社会産業のところの各事業のお見通しをもし定性的にあればなんですが、すみません、先ほどご説明いただいた27ページのところの各BU ごとで見ますと結構マイナス成長の BU も多いので、これそれぞれ今どんなふうにこのそれぞれの BU の所属する市場の環境をご覧になっているかというのを、鉄道はもうなんか明らかなのでそれ以外のところを一言ずついただければと思います。はい、原子力 BU はこれは、案件のですね、受注時期売上時期の問題がありまして、若干減りますけれども、減ります。で、産業流通のところは構造的に大きくは増えていく格好にはしていません。これはやはりまだ低収益事業、売上拡大するよりも製品ミックスあるいは事業ミックスを改善するということで、収益性重視で、やっていこうということでこのような計画としております。それから水 BU ですけれども、これは若干小さくなりますけれども、前期比で小さいですけれども、これも案件の凸凹がちょっと木ごとにあります。それからインドストリアルプロダクツですけれども、ここは買収しましたサルエアも含めた産業機器の強化、それをやっていこうということで、若干
サルウェアの売り上げが若干落ちたんですけども、2018年は受注の状況、堅調に向かっていますので、そこが増加が期待できること、それからもう一つは、サルウェアで獲得したチャンネルですね、北米を中心としたセールスチャンネルを使った日立サンキシステムズの製品、これを拡大していこうということを織り込んだ計画としています。サルウェアはフルイヤーで2018年は500億の売り上げを見込んでいます。それからビルシステムですけども、ビルシステムはダイスベースでは、中国におきましてはダイスベースでだいたい横ばいなんですけども、やはり平均売価の下落ということが影響して大きくは増えていかないということで、18年度前期比減っていますけれども、収益性はこれはアジアへの拡大、アジアでの伸長、それから中国においてもきちっとハイエンド機種の受注を確保して収益性は保っていこうという計画であります。鉄道はイギリスの IEP あるいはイタリアの鉄道、これがフル生産に、大きなプロジェクト案件がフル生産に入っておりますので、こういうふうに伸びていくと考えています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。そろそろお時間でございます。最後に一問だけお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。では窓側の一番前の方。三井住友アセットの島田と申しますが、じゃあ簡単な質問を2点だけ。一つは今年のフリーキャッシュフローですね。一応ネット利益4000億円ということで、また M&A に使ってゼロって言わないかなと思ってちょっと心配なんですけども、まあ、フリーキャッシュフロー、それから配当なんですけども、まあ、確かに割ったき配当増やしてますけども、配当成功 20% に下がってるということで、まあ、三菱電機さんもですね、相当思い切って配当を増やしてますけども、まあ、今後のその配当の考え方ですね、自己株買いしろとは申しませんが、そこもうちょっとあってもいいんじゃないかなって気がするんですが、この2点確認させてください。はい、フリーキャッシュフローですけども、これはM&A の大きなものを投資するかどうか、あるいはそのタイミングだと思っています。したがってフリーキャッシュフローはもうすでにかなり計画よりもですね、16年17年で、当初中継では3年間で16、17、18で、3年間で残る、投資した後で残るフリーキャッシュフローは3000億という計画をしました。それに対して16年で、大きくもうすでに3000億以上いっているわけですけれども、じゃあこの中で投資をやるか、あるいはそれを超えるものはやらないかということは、そんなことがなくてですね、これは投資のチャンスがあればやるし、それによって若干単年度単年度ではデコボコすると思います。ただしデッドトゥエクイティレシオ、これが資産の売却とかですね、これは事業ポートフォリオ再編だけではなくて、受注関連株の売却、あるいは不動産の売却等も進めてきまして、かなりのデッドレシオが下がってきましたので、これは投資余力があると考えています。財務の健全性を保ちながら投資すべき時はするということでやりますけれども、これはもう案件ごとによく精査してですね、必要な投資をやっていく。今まで事業強化のための投資やってきてますけども、今後もそのルマーダ事業強化するためのフロントのデリバリー力強化、そういったところ、それから個々のプロダクツ事業も必要があれば、いいチャンスがあればやっていこうと思います。それから
配当成功ですけれども、我々は配当成功、もちろん配当が我々の株主様還元の基軸と考えています。目安としては 20% から 30% ということで考えています。で、今回は年間で配当成功、連結配当成功 20% ということでボトムに張り付いている結果になっていますけれども、これは成長投資をきちっとやって、その上で事業を成長させ、利益を拡大して、配当もきちっと安定的に拡大していくという方針でやっていこうと考えています。一点だけ追加なんですけど、フリーキャッシュフローに関しては大規模なその MA がなければ、はい、そのもう CCC も改善してますしね、はい、ネット利益に近い4000億円くらいのフリーキャッシュフローを稼げるこう財務体質もできつつあると、そういう理解でよろしいでしょうか。単年度ではですね、一定の M&A 設備投資も織り込んでいますから、今のところなんとか18年度は単年度で言いますと黒字確保ということで考えています。はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。ではこれをもちまして決算説明会を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。